熱い。え、あ、ミュケンさんか。インポスターは熱いけど、まあおっさんよっかな。これ綺麗選びて、場所。これは場所選びたいな。ミュケンさんよろしくお願いします。ボタンを押しません。はい。ててててて、てれん。ナイスボトゥン、ナイス。今の良かったんじゃないですか。いや良かったんじゃないですか今の。正直めちゃくちゃいいですよ。どうなんだろう、ね、ちょっとあれ、僕おまおじさんもうクルーで決め打ちますね。すげえなそれ。いや初めてですけど、このテンションは本物でしょ。いやこれ見たんですよ僕今やってるの。そうそうそう、あのやってるの見たんですよ。そうそう、あ周りがね、だから待ったんですよボタン押すの。はいはい、偉い。あ、そういうことか。このねなんかテンションがね、なんかねクルーでやっなんかね本当にやったテンション以外ありえないと結構思っちゃったんだよな感覚的に。ね、手口じゃないですか。手口しか言ってるよ。まだ言ってるよ、悪いよ。口悪いよ。お前さん初めてやるん、初めてご一緒するんですけど、はい、なんかね、くるみをめちゃくちゃ感じてしまったよ。あ、でも、見たはどう思うの、見たは。いや、これ、ちょっとよくわかんないですね。なんなんで一目たりになるかもしれないけど、おまおじはこういうパッションのやつだから。ああ、なるほどね。あるよ。もう騙されてる。騙されてる可能性あるから。いや、じゃあ、6割ぐらいで見ます。いや、少ない。6割、6割、6割、だいぶでかい。6割は多いっす。6割多い。これは面白くなりそうやね。赤い巻き。これに稼いがちよ。まあ、キレペースは抑えてでしょ。裏剣さんが勝ったってことは、あの4人が全員クルー側なんで。なんか、すぐはね、アホほど余裕あるから。なんで、キーはまあ、抑えて、リパちゃんは殺さないね。できればついてきたんだけど、まあ別にいいや。あら、こんちゃっす。上でカチッとやって。うわ、見れず、こんなん。あら。あ、いいっすね。エアコード終わり。あ、止まってしまった。キーは多分抑えていいっすね。お、死んでない。いいよ。いいですね。いいよ。今誰が押しましたね。あ、僕です。これはあの押した人は右側にあのスピーカーマークが、メガホンマーク。右側にメガホンマーク。僕の名前の右にあの白い、うん、リポートも同じかな。ウメネコさんどこだ。隠し色級の。あ、本当本当だ。はい。なんでボタンを押した人はあのてか発見もですけど、このみんなを招集した人はこのマークが出るんで、誰も。あ、初めて知った。これで。はい。わかります。坂田はなんで。あんなとこ立ってたんですか。なんかシャワー、あのね、誰かな、誰かがシャワー室入ってったの見てて、誰かな、誰だったっけ。高田健司ってさ、あのシャワー室の右のさ、あの絵文字合わせるとこにもう一人いたのって誰だった。ニパチ。あ、ニパチさんか。ニパチさんと高田健司がシャワー室の方に入ってくるの見えたから、やりそうだなと思って隠れてたんだけど、実際はそのなんだろう、絵文字を合わせるタスクのとこで右に2人でいたっていう。いや、そう、なんかその絵文字のところのやつキルしようと思った。あ、2人いたのかみたいなリアクションに見えちゃったから、うん、そう。あ、でもね、それだったら俺あのクルー、あのなんだろう、インポスターの視界で全部見えてるはずだから。ああ、まあそうか、そうか。そう、沼倉一個質問していいですか。うん。今のサボタージュみたいなやつって直さないとタスクできないんでしたっけ。いや、タスクの位置が分からない。分からないだけ。あ、そうなんだ。結構なんか直しに来る人少なかったですよね。今雨猫さんが逆方向にスーって言ったから、おって思っちゃったんですけど、別に上手い人はできるっていう。そう、タスクの場所覚えてれば別に普通にできちゃう。わかりました。だから1個いいですか。うん、コミュサボ中におまおじさんが心電図見てて、あ、これコミュサボ中も見れるんかなと思って見ようと思ったら見れなかったんで騙されました。見れなかったんですよ、ね、何してたんだそこで。これマジフリ、何も見えねえだろ。知らんかったやろ、嘘っけ。お前、おまおじさんのアメネコさん6割が下がっちゃう。お前どんどん下がってしまう。いや、だから嘘の、嘘のファッションが出ますよね。いやいやいや。まあでも5割ぐらいはまだ信じてますよ。ちょっと下がったな。ちょっと減ってるよ。閉店寸前みたいになってるやん。5割ってもうこのゲームにおいては結構もうだいぶ普通ぐらいだと思う。確かにね、Kさんとかアメネコさんは正直キルしときてんだよな。かなり脅威なんで、そのあたりは消しておきたいんですよね。10持ちます。あら。コメソン大好きだね。俺が直してあげようかしら。なんか言ってた。よいしょ。人多いな。これはやれんな。これは抑えるべきだね。
これもおそらくケイさんに悪いな。こっち側か。消えた、ケイさん。いつもに消えてしまった。わお、やばすぎる。全然知らないじゃん。さて足りないんじゃないんですか。ちょっとインポスター、インポスターいないんじゃない。終わっちゃいそう。ドッキリかな。ちょっとこれは面白くないですね。でもさ、なんか結構カメラ見てたけど人固まってる。あ、そうですね、僕も多分同じタイミングで見てたと思いますけど、うん、なんかアーカイブとかが、そうそうですね、アーカイブに固まってましたよね。めちゃめちゃ人固まってるから、なんかそこら辺にいてどうしようキルできなかったのかなとかって。ああ、それはありますね、うん。ちなみにじゃあ誰ですか、アーカイブいたの。慎太郎、沼倉もいた。遅れていきましたね。沼倉はタワールームでもたもたしてましたね。最後4人、最後だったら4人ですね、うん、僕、アメネコさん、慎太郎さん、沼倉さんがその辺にいるのは見てます。辻会計さんも沼倉見てます。あ、計さんもいたよ。だめちゃめちゃその辺にむっちゃいたと思う、うん。まあ計さんはないでしょ、ほぼほぼないよ。これインポストでボタン押してたらだいぶまずいよね。セキュリティのところに高田さんと僕がいて、そう、なんなら電気室にもうすぐ三田さんもいましたんで。あ、もう同じさん見たね、僕見ました。もう見た見た。だから結構なあれで固まってるから、多分キルできてないんでしょうね、これ。うん。で、ニパチとか単独だったんじゃない？多分。いやでもニパチも一回、うん、あの診察室ですり違ってるかな、俺。始まって多分20秒ぐらい。ああ、そっち側ね。いや、ニパチと俺、あの通路上ですれ違って、セキュリティ側で誰か死んでんじゃないかなと思って見に行ったら普通に生きてたから。高田さんと慎太郎さんってどこにいらっしゃったんでしたっけ？最終？はい。最終は慎太郎はアーカイブ。魚は展望デッキとで、ニパチさんと交差してる。そうですね、逆論になるけど、うん、高田さんとおまおじさんがセキュリティにいてて、結構そこって絶好のキルタイミングだったと思うから、なんか2人とも白白だったのかなって。いや、それ僕も入れてくれませんか。ハリオインポスター。あ、三田さんどこにいたんだっけ。だとしたらおまおじさんが僕多分殺してますよ。3人いたんだ。インポスターだったら。そうです、あの三田さん、あのあれですから、あの電気室の真ん中のところにいましたんで。まあ、だからそういう手口っていう可能性もあるけどね。また言ってるけど。手口って悪いな。ちなみにあのクルーの方、ボタン意識高めに押したらタスク勝ちほぼできますよ、うんうんうん。僕ボタン押せないんであれですけど。はい。大丈夫です。この村タスク勝ちないです。絶対に。押さえればよ、押さえればね。あれはこう。てん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 。なんか死んでるか、いないか。おまおじさんも気にしたくないんだよな、正直。あら、人多すぎ。見守るかい。やめようか。いやこれマジ？これ完全勝利あるぞ。やばくない？これはやばい。これはやるよ。分かった。え、これ誰だ？部屋変えてインポスターゼロとかにしてる。ゼロ。てかさ、これさ、メインにさ、ケン、あ、ミーティングか、ミーティングにケンシと誰がいた？魚。あれあと一人は？二階登ってる時聞こえたんだよね。あと最後の俺がはしご登ってる途中だよ。あ、なんか登り降りしたのか魚が。うん、ああ。誰だこれ。これは三田さんだよ、三田さん。三田、あ、でもちょっとなんか。いや、僕ならもっと殺戮してますよ。殺戮と。もう殺戮って。さあでさ、殺戮って言い方がインポスターだよ、なんかもう。え、でも魚。でも最後、いや僕最後梅健さん見ましたよ。あのゲームやってました、ね、セキュリティで。ああ。ゲームで、ね。ゲームではないけど。ゲーセンのやつっぽいやつやってました、ね、セキュリティのね。客観的に見たらゲームか。検視まででしょ。でしょ。でしょ。こうしょ。まあ、三田梅県とかじゃない。なんか、ありそう。入りそうな気がするんだよ。で、何ですか。これ本当に違う場合、なんて言えばいい。いや違う。いや本当に違うしか言いようがないんじゃない。まあ、違う、僕からしたらね、三田さん違いそうな気はしますよ。僕がそのゲームしてるところを見て、梅健さん殺せますもんね。そうそうそう。多分三人。インポスターとしては殺せないですからね。
あれか、まあ、ここ2ローで割れたんですけど、僕視点が僕が来るなんで、三田さんがなんか間違いそうだなぐらい。いや、じゃあ三田沼倉とかですよ。でもね、あの沼倉目線も梅健さんってできないなっていうか、キル逃したなって思ったんですよね、僕に対して。梅健さんも違うなって思います、僕。オッケー、三田沼倉にします。僕軸なら何なんですか、それ。これどういうシステム、僕が軸なやつって。どれ感覚じゃないですか。ニパチさんの反応とニパチさんへの他の人の、初日が。ただ、シンプルに慎太郎がインポスターつまんないなっていうのは、ちょっと結構切ないですよね。どっちだよ。いや、もう今のあかんのじゃない。ちょっと半分ぐらい。いいスエルですね。今、どっちの意味で言った？俺が怪しいってこと？ちょっと忖度しすぎてもあれだな、これ。ニパチ見た。まずいな、そろそろさすがにキルしないとやばい。ノーキルで負けたら寒いからね。計算やりてー。こっち来ないかな、ワンちゃん。来た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 。どこ行った？もうすぐ見失うんだけど、マジで。ああ、これやばいな。さすがにやるか、これ。トロハンのか、それ。は？ご反応なんですけど。ブルーオレか。まあ、沼倉さんが。え？天童デッキって僕いましたけどね。誰が？え、どこ？僕が。最初から言って。あ、とりあえず死体。ああ。死体どこにいた？死体はシャワー室のタオルタスクを入れるところらへんで沼倉さんが死んでましたね。一応魚さん22秒ぐらいかな、俺が見始めて。高田さんもその後見てきたけど。え？沼倉さんマイクミュート。それ診察情報ですか？そうですね、診察です。沼倉さん、それだと聞こえない。あ、OKOKOK。 で、おまじはそれ、何よ。沼倉さん、デッキって誰が、デッキ近くで見たような気がしないけど、え、違うかな。それは多分ない。いや、わかんない、どのタイミングで見たかにもよるけど。え、めっちゃ最後っすね。じゃあ見間違いだと思いますよ。シャワー室で死んでるんでね、その沼倉さんがね。誰かとすれ違ったはずですよね。俺は一緒に手で直したよ。あ、そうそうそう、そうですよ、そうですよ。あ、宿泊案件ってこと。シャワー室の方に、シャワー室というか、まあトイレ上に行ってのはミニパチが行ってるのは見てるけど、うん、その後どこ行った？ね、エンジンルーム側の方に行ったんだけど、停電になったの、その間に。そしたら、うんうん、Kさんかな、黄緑の人が一緒に歩いてきたから、Kさんはどこから来たか聞きたい。僕、メインホール、エンジン、通信室、コックピットあたりのまっすぐ突き抜けてます。一直線ね。はい。え、じゃあその前はシャワー側通ってないの？あ、多分貨物室スタート、診察室、電気室、メインホール。あー、まあ、僕電気室でケイさん見てますね。僕電気室でケイさん見たかも。はい、見た。あ、僕も見たわ、電気室で。もう一人会ってます。はい。うん、ケイさんが見た、そこで。はい。バイタル見てる人いないですかね。2人いなかった？梅健さんと高田さんじゃないの？多分高田さん、僕より後に、多分長く高田さんの方が後から見てて、僕は先に出たんで、その時に沼倉さんが死んでるか分かんないですけど、僕が見てた時はまだ死んでなかったです。あ、そうなの？死んでなかったですよ。だから坂田さんの方が先です。はあ。俺が見た瞬間にはもう2人デッドになってたから。ああ、じゃあもうその瞬間だ。梅健が外した瞬間やな、じゃあ。そうですね。さあ、タスク頑張ろう。ああ、なんか梅健さんちょっと違う気がしてきた。いや、インポスターだけど。まあ、いいセルフが入ったんじゃない？これは。知らんけど。こっから頑張っていこうね。どういう戦法？そろそろタスク終わってる感じか、あの人らは。それ困ったな。キルペース上げんといけんな。どういう集い？
面白すぎる。え、マジ高田さん死んでんの？どういうことなのこれ。ね、亡くなってたところは、はい、メインホールの真ん中のくぼみみたいなところです。ちょっと止まってたもんね。どこだ？シャワーとかあるところですか？シャワーとかに繋がるところ、いや普通にメインホールの部屋の中ではあるんですけど。じゃあニパチさん、メケンさんとあと慎太郎くんとかはなんかどこにいたか今。最終は金庫。ニパチさんもいたっけ？あ、はい。高田さん、エンジンルームのベントの上で、そうそうやってましたよね。いや、慎太郎さんと高田さんとニパチがいるの見て、ニパチ上に行って、で高田さんメインホールの方に行ったのその後見て、慎太郎さんがその後どこ行ったかわかんないんですけど、僕もコミュニケーションの方に行ったんで、僕もその遅れて金庫の方行って、梅健さんと高田さん残して、で最後金庫室でニパチさん見てるんで、ニパチさんは多分無理です今回は。アメネコ系お互い白証明し合います。はい。慎太郎さん視点、それ高田さん殺しは僕が濃いってことですか？そうですね。残していってるんで、高田健一さんと梅健さんを。ああ、まあまあ、それはもう何とも言えない。おまおじさんからはどう見えます？僕、誰ともすれ違ってないはずなんですよ、今回。で、ニパチさんと梅健さんが高田さんのとこにいたことを見てるんですよね、2人で。慎太郎さんも4人です。はい、見てますか？だったらここじゃないですか。いやこれね、梅健さんか慎太郎さんなんだよ。僕目線は一番最初に抜けてるから。僕目線はほぼ梅健さんとおまおじさんの二郎か、アメリコさん、ケイさんの二郎しかないんで。ただ、梅健さんの方が怪しく見えるから、梅健さんとおまおじさんになっちゃうね、僕目線は。アメリコさんとケイさん、ずっと一緒にいたで OK ですか？ずっと一緒にいたというか、そうです、30秒の時にミーティングに行って、ミーティングに主体がないので無理ですってことですね。OK です、OK。だったら、慎太郎と梅健のランでいいです、だったら今日は。票合わせないと負けちゃうんで。オッケー。僕梅健さんに入れた。そしたら慎太郎さんが多分高田さんは殺してないから多分三田さんを殺してることになる。いや僕は金庫が最初なんで。これ2パチ慎太郎だったらえぐいんだけど。いやーこれ無理だな。これ無理だな。あこれ人間の人ボタン押しに行ってもらえると嬉しいです。いやこれ無理だな。慎太郎す。はい。ごめんなさい梅健さん。あれはね切らないと変になっちゃう。ボタン押したいね。あら。ナイス。俺ボタン押したっけ？ここは白アピしよう。えらい。いやマジか。えらい。多分30秒経ってるからこれで K さんアメリコさんが両白なんで僕目線おまおじさんでおしまいですね。いや僕はまだこれ2人でしニパチさっき言ったニパチ慎太郎二郎のパターン。ってかタスクはとどんなもんすか。慎太郎終わってます。僕も終わってます。私結構あります。マジか。じゃあタスク完了処理望めない感じか。最悪だったら進行は慎太郎さんとロラをすることによって60秒間を確保して。いやでもねニパチさんが結構ありますだったので無理かな本当。てか僕目線でニパチさんの白が出せるんで慎太郎のおまおじのロラで勝ちです。これはボタンが上がってるんだったらね。さっきの時点で慎太郎くんが梅健さんを疑って、うん、でその話の流れで特に議論がどこになんだか集中してるとかないときにニパチさんが慎太郎くん怪しんだんですよね。あれをニパチ慎太郎でやる意味がほぼないと思う。というかそもそも30秒以上経ってるんで切るしておしまいです。慎太郎ニパチだったら、てかボタン押さないよね。ボタン押さない。ボタン押さない。てかニパチ、てかニパチ慎太郎がさ今ミーティングにいたよね。2人で多分いた。あいましたいましたいました。僕もいました。あおまじさんもいるのか。僕が一応押そうとして待ってたんですけどその間にサボタージュが入って押せなくなっちゃって。じゃあ一郎落ちてるっていう前提で進めていくと90秒確保できます。90秒。あじゃあいやでもいやニパチさんができればできるかどうかですね。結構あります。ミーティングに固まってるタスクだからミーティングから。待って、その二郎否定ができるんだったら僕目線ニパチさんができないからもう白角ですよ。ニパチさんはまあだから僕はおまおじさんに入れます。僕は、うん、するんですか。
今2割ぐらいだと思って2割ぐらい強いてるんですけど下がったな株価が急落してる。いや違う違う、まあ、2発さんに任せます。僕スキップに入れてこれ2票2票になってます。いや僕ボタン残ってるから僕もじゃあ押しますよこの後ボタン残ってるんで俺やってかタスクを、いやいやおまんじゅうは最初にボタン押してるからね、うん、2発さんボタン押してください。あ、お前押してない、それ押し、押され、特にすることないなぁ。おまおじさんどこ行ったんだろう。できればおまおじさんの前でやりたいんだよなぁ。そっち行くのか。ナイス、頼む、おまおじさんの前でやりて。無理か、タスクやばいな。これおーい、あ、ミーティングのタスク終わりました。え、早かったですか、はい、あ、ミーティングのタスク終わりました、リパチさん。あ、終わりました。あとどんくらいです。あと展望とセキュリティの外のやつです。セキュリティの外え、それ多分同じところじゃない。アップロードが重なってるだけだから、あの下の2つですよね。下の2つ、下のなんか枠外みたいなの2つってことですね。うん、それで終わりですか。はい、あ、これはじゃあもうこれ勝ちだ。90秒ある、90秒ある。でも僕おまじさんのこと1割ぐらい信じてるんですけど。減ってる。でもそれも信じてないですよ、1割やったら。もはやまあ一応ここで慎太郎つって、2キルか先かリパチさんのタスク先かってやっても面白いんで。いや、だったらおまんじゅうするから。いや。じゃあね、やっぱり、高田さんが亡くなってる時のニパチ慎太郎のあれってすげえ怪しいと俺思ってるから。あ、でもニパチ慎太郎だった時って、僕と羊飼い系がもうボタンを使ってて、おまんじさんもボタンが使ってることが透けているので、あのボタンを押せる人がいないんですよ。なんで二発シントロだったら、二発シントロはボタンを押さずにキルすれば勝ちなのに、それをしてないから二発シントロがほぼ否定され、おまおじさんしか残らない。あ、じゃあおまおじさん僕0割ですね、信じれるの。そんなことってある株か100から始まってんで俺。いや、ボタン押さなかった、押してないとかじゃなくて、いやでも俺ほんま道中誰にも会ってないねんな今回。だからきついな。いや今回マジ誰にも会ってないねんな。え、おまおじさんってその釣って負けるのとタスクで負けるのどっちがいいですか。あー、何それ、どっちで負けるかタスクで負けるかどっちがいいですか。負けたいって何言ってんの急に。違う怖い怖い負け方、どっちの負け方が違うって。いや、普通に勝ちたいよ。いやもう勝ちは無理じゃないですか、ね、勝ちは無理とか言ってる、笑ってるやついる。なんでニパチさんタスク頑張って、この終わり方になんのタスク頑張ってください。はい、面白いなぁ。最後にもう一キルさらうか。ニパチさんタスクで終わっちゃうもんね。もうこれは勝てないわ。ちょっとごめん梅木さん、ライン切り失敗だったね。最後にケイさんだけ持ってっか、気持ちいいから。ナイス、よいしょ。どこにいるんですか。展望台って言ってもな、確かタスク負けかな。あら、え、これ何、死んでるやん。それレポートしない方がまあ良かったんですけど、ね、まあ、そうなんですか。30秒はキルできないので、うんうんうん、あ、タスク終わってるんだけど、まあ、あれタスク終わったんだろう、うん、ニパチさんタスク終わったの、うん、ニパチさんを僕タスク1の見届けて、なんか上に動いたのに終わんないから、なんか何事みたいな。これ多分ね、霊界で終わってない人もいるんですよ。これね、三田くんあたりが金庫タスク手こずってる未来しか見えないんだけど。いや、あの僕もタスクやってないんですよ、まだ実は全部。
まあこの人インポスターなんで。違いますよ。何言ってるんですか。あの電波のやつ今やってましたから。え、まあ、でもね、アメネコさん。いやマジで今回も誰にも会ってないね俺。なんだ。アメネコさんって白なのかな。あ、白ですよ。てか僕は羊飼いKさんと白照明し合ってる時にキルが起きてるんでないですねもう。これ状況的に梅健さんってインポスター確定なんですよ。あ、いや、てかニパチさんの払拭したくて、ニパチさん何を疑ってますか。え、アンネコさんが先に走ってた時に、はい、死体があったから。あ、だったらニパチさんやらないですかね、僕。 K さんをやる理由なんですかね。あ、あと K さん、 K さんは僕のことを無理だっていうのを言ってたの覚えてます。で、死んだってことは K さんクルーメイト確定なんで、はい、2キロ凍ったタイミングでアメリコさんがどっちでも関与できないから、で、僕目線もニパチさんできないんですよ。ニパチさんが先に金庫に抜けていって、僕は梅健さんと宝さんを残してニパチさんを金庫に見てるんで。で、梅健さんをつ梅健さんと慎太郎くんのローラーディーって言ったの慎太郎くんなんで、慎太郎くんだったらインポスター同士のローラーを提案してることになるし、全然それあるでしょ、可能性として。まあ、ちなみにあの日って別に白くなってローラーを止めるって 今まさにその状況や。いや、てか僕はなんかそもそもおまおじさんがボタン僕ボタンを残ってるんでおすますって嘘をついた時点でもう嘘じゃないです、勘違いです。あれ誰にもあります、ヒューマンエラーは誰にだってある。はい、あ、におまおじさんに入れてください。これ多分あのタスク勝利ちょっと望めないんで。そういやーなんてことだタスク勝利無理っすよねGG 扉全閉め。面白い村だなぁ。ねえニパチネキヨ、どこに行くんだい。こんにちは。扉閉め、ご苦労様です。あとはオマージュ2機がタスク終わらなければ GG やね。 ありがとうございます。 GG。何じゃねえんだめねこよ。いやいや、これ何これ何これ何。僕のせいですね。これあのマジで俺タスク終わってますからね。え、誰おまおじさんが終わってないの。あと電波のやつが残ってたんですよ。電波のやつ。うーわー、マジで太郎さんナイス。ありがとうございます。いや本当に申し訳ない。あの最初に白い言われて調子乗ってあのだカメラ見に行ったりとかいろいろやってるうちに。マジか、やばすぎるそれ。ナイスナイファイ、うまっ。慎太郎くん、うまっ。え、慎太郎さん、あの、はいはいはい、高田さん殺した時僕に何を望んでました、あれ。いや、なんか特に。あ、特にいや、なんか弁当の上に立ってるから殺したら面白いかなって思って。そういや、なんだよな、多分慎太郎絶対誰も考えてない。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ戸惑っちゃった。あ、すいません。なんで言っただろうみたいな。いや、まあ近くに人が来ても最悪梅健さんがカワーしてくれるかなと思って。あ、まあ確かに。やりましたね。あ、でもキルクル溜まってなかったかな、三田さん殺した直後あったんで。すいません、本当に。いやー、ナイス。遊んじゃいました。じゃあテンション大事ですね。タスクが終わってれば勝ってたってことですか、これ。そう、要は。うん、やめてくれマジでマジで。電波のやつをやってて、それがあともうちょっとやったんですよ、ほんまに。あ、電波のやつどれでしたっけ。船で展望のところかな。ウィーンってやるやつ。ああ、あれか。あれやってて、でもほんで僕本当に誰にも会わなかったんですよ、ずーっと。いや、まあ普通にもうミス攻めとかやめましょうよ。ミス攻めやめましょうよ。いやいや、やめてよ。ミス攻めのあなたよ。ミス攻めとかやめましょう。自分に巻いた種を。めちゃめちゃおまおじ向けてた。いや、でも僕が悪いです。これ完全に申し訳なかった。いやいやいや、すみません、疑っちゃって。いやいやいや、もうこれやってなかった、僕が悪いんで。やることやってなかったんで。めっちゃ面白い。